どうも、チャップです。今回はスプラトゥーンプレイしていきたいと思います。ということで、レギュラーマッチやっていきましょう。今回使っていく武器はシャープマーカーですと。アップデートでね、武器の射程と集団率が上がってるんで、せっかくね、アップできた武器ちゃんなんやから試してみようということで頑張っていきたいと思います。サバ海峡橋頑張っていきましょう。最後。さあ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 、サブは使わないようにしますね。もう銃の性能を見たいんで、サブは使わないようにします。で、ただ、スペシャルは使わして。やっぱボムラッシュしたいから。サブは使わないですけど、スペシャルの時は使いたいと思います。まあね、アップで入る前どんなもんやったかっていうの全然覚えてないんですけど、まあ、とりあえずシャープマーカーは好きな武器でございます。頑張っていきましょう。さあどうしようかな、まあ、とりあえずね、イカ速をつけてきたんで距離を詰めれたなとは思っておるんですよね。やっぱ人生チャップなんでね、なんか結構飛んできてない。よし、こんなもんかな。よしよし、スペシャルをね、切り替えるタイミングよね。やっぱやられる。うわ、怖い怖い。でも僕の方が多分射程があると思うんですけど、あーボム投げたい、すーごいボム投げたい。絶対後ろに居張るからね。居張ら、居張ら、居張らん、ラン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 ルーランランルーランランルー、ドナルドの噂です。でチャップーって、はい、すいません。さあ倒せたんで頑張っていきましょう。あ、チャ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 外人さんかな、バタデオスみたいな、なんかモンスターの名前みたいですね。バタデオス出たでみたいなね、バタデオス勝ったみたいな、あいつの装備欲しいんやなみたいなね、はい、そんな感じでしょうね。ナイスが見えたんでナイスしておきましょう。うわ、もうね、めっちゃ9番ボム投げたい。レッドゴール、カーボンちゃん、おる、カーボンちゃん、カーボンがいるけどチャップが倒す、倒せない、エイムがおじいちゃん、チャップだよ、待って、カーボンちゃん待って、すごい追かける。僕はもう魔人のチャップやからね、これ待たれてるな絶対。シューって入っていこうかな。エイムがひどい、エイムがひどい。でもまたちゃう、前からね、集団率はいいと思うんで、そこ追いますね。よし、はい、どうなんやろ、アップで来る前から集団率半端ないと思うんです。いや、いいね。あと何やったかな、最初の一発の速さが上がったんかな、弾出る速さが、レートが上がったんかな、忘れた。なんか3つぐらいアップで入ってましたね。まあ、とりあえず射程と集団率がいいって聞いてたんで、忘れてた使うの。サブ使わんとか言ってた、完璧にもうスペシャルさえ使うの忘れてましたから、えらいことやで。それはさあ、この射程を見よう、この圧倒的射程を。あれ、結構長生きされましたね。ラグ4発当たったら死ぬはずなんですけど、結構長生きされた。いや、気のせいや、チャップ、お前言い訳や、ラグのせいにお前よくする、ラグのせいによくするね、お前回線のせいによくするやろ、それは言い訳や。チャップ落ち着け、初心を取り戻せ。お前は昔そんな言うてなかったはずや、チャップ。さあ頑張ろう。さあカーボンちゃん来そうやな、あ、上か、あー、スクイックリン、スクスクスクイックリン、うまそうやからな、あの人普通にやられそう。え、どこ行ったの、どこ行ったの、やられたの、やら、痛い、おる。あ、でもナイス、ナイスでございます。スクイックリンって攻撃力積んだらいいんですか。でもなんかスクイックリンってなんか攻撃力、え、なんやったっけ、攻撃力積んでもフルチャージしなあかんやったっけ、なんかコメント欄で結構教えてもらったんですけど、意味あるんかな、よくわからないですけどね、よくわからないけど、あのスクイックリンちゃんは意味があるのかもわかりませんね。そう、そこにいますね、いますね、チャップだね、あ、無理だね、気をつけて。おう、カーボンがおると思ったんですけど、おらんかったかな、負けたね。いやでもね、やっぱ強い、集団率と射程はわからないですけど、射程が伸びたのはいいですね。まあ、10% やから気持ちの問題やと思うんですけど、そのね、微妙な 10% でね、人生変わるからね。5キル3です、880。まあまあこんなもんっていうか、1人落ちてたんか。昴生君が落ちてたんやね。これはしゃあない。持ちんのはしゃあない。次頑張っていきましょう。はい、2試合目、ショッツル講談で頑張っていきましょう。あ、いい面ちゃいますか。ここはね、もうボムラッシュが光る面やと思う。まあただね、サブを使わんって決めてたらね、スペシャル溜まってることにも気づけへんっていう、もういつの間にかサンタモニカでチャップやわ、これ。ほんまにチャップやわ、これ。ね、どういうことかわからないでしょう。知ってます、言ってる僕も意味わからん。そうなもんですからね。さあ、頑張って塗っていきましょうか。さあ、塗っていくよ、塗っていこう。塗ってやな、ボムラッシュで塗る。いや、ボムラッシュで塗らんとこ、これ溜まったらさ、敵の陣地入ってさ、この辺で暴れたったらいいんじゃん。あれ、なんや、長そうやな、射程が。この辺で暴れて、はい、帰ろうか。ほんで、こっち帰って、こっちを塗ると。やっぱ、塗ってなんぼの世の中やからね、スプラトゥーンは。ナイスだって。ナイスが見えたらナイスはさせていただきましょう。さあ、溜めていこう、溜めていこう。いや、まだ行くの早いな。この辺塗って、この辺塗って、よし、溜まった、よし。溜まったら攻めろ。あ、おるぞ、そこ。大丈夫か、三笠さん。おる、おる、おる。
やられたの？え、ちょっと待って、でもいける、よしよしよし、アップルねー、アップルパワーってほんまにアップルやん、社長やん。あ、サブ使っちゃったんじゃない、今。まあ今の多めに見てくださいね。スペシャルの切り替えのサブは多めに見て、お願い。それはもう多めに見て、チャップごめんなさいね。さあ塗っていこう、さあ塗り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 していきましょう。アメタカさん来てくれてたんかな、大丈夫、任せ、ここはもう僕に任せ。塗りのチャップやからね、もうガチマッチは苦手やけど、レギュラーマッチはねもう楽しくできるから好きですよ。ガチマッチはもう殺伐としてる、あれはほんまにシンプルなやり合いやが怖い怖い。僕が塗ってるせいで結構攻められてるかもしれんという申し訳ないことになってるような気がするんで、さあボムラッシュでしか倒してなくね。でもね、適度な射程、あ、いけんじゃないこれ、いける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 、よし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 、いけるよいけるよいけるよ、チャップいけるよ、あ、いける、チャップさん、チャップさん、ハム太郎さん、コウシ君やん、コウシ君、あ、逃げた。いや、うまいですね、今のはね、結構おしゃれやったと思いますよ。今のはおしゃれポイント僕が想定しましょう。チャップにおしゃれポイントもらったほうがエアで、やられんじゃない、よしよし、危ねえ、ご利用した、やられる思ったけどご利用しました。お、970も濡れてますね、やっぱ濡れるね、これはね、いい武器や、やっぱり素晴らしい、さすがシャーペンの形してるシャープマーカーだけありますわ、ほんまに。僕が作ったんですけどね、これね、この間作ったんですよね、徹夜でシャープマーカーね。何言ってるんですかね。どうしようかな、こんなに攻めていいのかなと。ホームラッシュ適当に投げとこうか、まあ、自分の足場にも投げて、よいしょ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 、どう、こんなもん、なんか来てない来てない、あ、もう倒せた。ちゃんごまさん倒せましたよ。ちゃんごまって新しい品種のごまかな、だいぶ香ばしいと思う。それは食べるごまやでみたいなね、えごまみたいな。はい、行きましょう、ベーゴマみたいな、ベイブレードやんみたいな、懐かしいな、ベイブレード、自分で言ってるけどねみたいな。はい、いや、ちょっと待って、うまいな、そのいや、うまいな、今のボムの使い方、やられはせんかったがうまい。さあこれで倒して逃げよう、おー、怖い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 、ちょっと待って、詰まってる、サブ投げたーい。サブ投げた、あ、たまった、サブ投げられへんけど、この時投げれる、やられる。後ろから来てたんですね、アップルパワーさん。アップルパワーってほんまにめちゃくちゃリンゴやん、めっちゃリンゴやん、口の中リンゴの味するし、リンゴフレーバーやんみたいな、その鉄砲リンゴです言うてね。はい、行きましょう、あ、めっちゃ濡れる、めっちゃ濡れる、めっちゃ濡れる、すごい、ショッツルがいい面やからっていうのもありますけどね、え、いや濡れるね、これねえ、なんかねえってしか言ってないけど。ちゃんとね、ギア積んでやられんように立ち回って塗ったらね、これめちゃくちゃ濡れると思うで。これ買ったら1800ぐらいいってたでしょ、多分。いってないな、1600か、ほぼ1700は。うん、2000狙えるんじゃない、無理かな、6キル2です。まあまあ頑張ってますね。シャープマーカーやっぱ強いです。強い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 。いい武器や。じゃあラストも買ってたらいいな。ラストは買ってるように頑張っていきたいと思います。はい、ラストもショッツル鉱山で頑張っていきましょう。さあ、ここ濡れるって分かったしね、伸び伸びできるから、ああ、安心して実況できますわ。さあ、ゆっくりいきましょうか。ゆっくり塗っていきましょう。さあ、左はあの人が塗ってくれてるっていうか、え、ブラスターで塗ってくれてるのか、ブラスターか、誰、ブラスター、ブラスターで塗ってくれてる、任せ任せ、ブラスター塗りなんやろ、攻めていいよ攻めていいよ、あ、塗りたい派なんだね、オッケーオッケー、じゃあ任せよう。おい、ちょっと待って、ちょっと待って、違う違う違う、あ、危ねー、え、漢字やん、漢字ってどうやってやんの、世界はぁはてなしんはぁみたいな、はてないからはぁみたいな、はぁみたいな、はぁみたいな、はい、すいません、最後。意味わからんこと言ってるね、ほんまね、僕は意味わからん実況します。さあ頑張っていきましょう。あ、ちゃうちゃう、リッターか、あれなんや、怖いな、なんやろなんやろ、まあ、でも倒せんじゃね、自分信じていこう、倒せんじゃね、自分信じればチャップなんですよね、チャップチャップ。さあ、え、あ、もうじゃあサブ使っちゃった、またスペシャルや思ってたらサブちゃうやん、それでそれはちゃうやん、チャップさんみたいな、さあここら辺に投げといて、さあ帰りましょう。まあ、サブをね、間違えて使っちゃない、許してください。もうね、どうしてもね、スペシャルやったらもう R 連打しちゃうからね、パンパンパンってなっちゃうわけなんですよね。まあ、それがチャップなんですわ。ん？倒せる？いや、待って待って待って、来てる来てる。なんやろ？ゴールドマーカーか。射程は間違いなく僕の方があるからね、なんとかなると思うんですけど、すごいマーキングというか、あれ飛んでくるやん。いや、いける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 ありがとうございます。さあ敵さん入ってこられへんようにこの辺にボムいっぱい投げときましょう。ほいほいっと、はい、終わりですね。さあ逃げましょうか、この辺塗って、いや、いいんちゃいます、これ、これなかなかええ思うで、後ろ見とかの怖いな、来てますからね、もうね、ちょっと目を離したらね、あの、うわ、しめしめ、チャップ全然気づいてないみたいな、すぐね、後ろ取られる、それがチャップ、トゥルルーン、トゥルトゥルーン、スプラトゥーン、スプラトゥーン、スプラトゥーン、強っ、シャープマーカー強っ強くないですか、めっちゃ強いよ、これめっちゃホリデーやん、こんなもん、こんなもんホリデー、そこにおる、ナイナイス。さあ、どこ塗ってない、どこ塗ってない、ちょ、味方さんが強すぎて塗るとこがない
これえらいことになってますよ。なんかやられる、やられる、おお怖い。いやー、いうのね、やられるわけですね、チャップは。ああいうのやられていくとこがチャップのクオリティなんですよね。さあさあさあ、これはね、なんかランニングマシンみたいなね、僕はダイエットする気ないんで、これうろうろしときますよ。あー、サブ投げたい。もういつも思う、サブ投げたい。普段投げへんのに、こういう時に限ってサブ投げたなるよな。そういうもんですね、人生ね。後ろ来てんじゃない？さあ、逃げて、逃げて、逃げて。まあ、来てもね、僕が倒せるというね、実力を持ってる。このシャープマッカーはね、すまん。味方さんごめん、飛んできてる。ごめんね。これはごめん。葵ちゃんにやられましたわ。青い、何やろ。青いリンゴみたいな。あー、リンゴ青いですよね、みたいな。食べたらどこもありそうやね。え、それ青いリンゴ、いや、赤いリンゴや、みたいな。ハライチの澤部さん、こんなんじゃないかな。ちゃうかな。お、来年してるかな、わからへんけど。めっちゃ漢字やねんな、ほんま。ニーハオみたいな。チャイニーズかな、中国かな。あー、ごめん、チャイニーズかもしれませんね。わからんけどね。僕のニーズはチャイニーズ言うて。わからへん。ちょ、意味わからんこと言ってる。やばい、やられる、やられる。あれ、おい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 。さあ、ボムラッシュ投げて終わりにいたしましょう。ほい、ほい、ほい。終わりかな。味方さん強かったっていうか、敵さん落ちてたかわからんけど。まあ、とりあえずね、スプラトゥーンご利用されたらしんどい。リスまでご利用されたら本当にしんどい。何もできへん。ショッツルーね、広くていけると思うじゃないですか。ただね、攻められたらショッツ出られ。14892です。あ、いいね。あ、90の人とかおるな。マナブ君のローラーさばき半端ない。あれはタンクローラーやね。セメントなんでも固めれますみたいな。しんど。何この実況。さあ、終わりにしましょう。はい、ということで、今回シャープマーカー使ってまいりました。まあ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 、やっぱり安定の性能ですね。ボムラッシュは、まあ安定して強いし、まあ、強化されたことによってね、さらに使いやすくなった気持ちになっております。前どんなやったか覚えてないから、そんな感じになってるんですけどね。まあ皆さんもぜひ強いんで使ってみてください。はい、ということで、今回この辺で終わりにいたしましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。